皆さんこ、こんにちは。猫池ガレージ小さいおばちゃそです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は、突然ですが、ツーリング動画をしばらくお休みします。というお知らせです。理由は、ドクターストップがかかっちゃいました。なぜドクターストップがかかったかと言いますと、ことの発端は、10月3日深夜。 おばちゃそはしゃがんだ姿勢から立ち上がったとき、左足の付け根、素形部あたりに鈍い痛みを感じました。と同時に左足がむくむくと腫れてきて激痛が襲ってきたのです。この時は人体を痛めてしまったのかなと思っていたおばちゃそ。1時間ほどしても左足の腫れと痛みは引かず、市販の痛み止めをのみ、 なんとか朝までやり過ごしました。朝になり、整形外科を受診しました。診察を受け、レントゲンを取っていただきましたが、左足の関節、人体などに異常は見つかりませんでした。整形外科の先生より、もしかしたら血栓かもね、と言われ、循環器科に行くようアドバイスを受けました。午後、 循環器科を受診して診察を受け、造影剤を点滴して CT 検査をしたところ、左足に血栓が見つかりました。先生より血栓再発防止の飲み薬を飲んでしばらくは安静に過ごすようにと言われました。いやー、アラフィフになると予想しないことが色々起きるよね。 このアフレコを撮っている10月9日日曜日の時点でおばちゃんその左足は腫れと痛みは少しずつ引いてきましたがまだ歩行に障害がある状態ですバイクに乗れる日がいつになるか今は全くわかりませんが旦那様に介護をしてもらいながら回復に努めたいと思いますなのでしばらくの間ツーリング動画だけ お休みします。皆様もお体には気をつけて素敵なバイクライフをお過ごしくださいね。今後の動画は不定期な更新になりますが、旦那様の行うバイクメンテが中心になるかと思われます。それでは次回もお楽しみに